太陽に吠えろの宮内淳さんをご紹介させていただきます。宮内淳さんは1950年愛媛県生まれ。幼少の頃パイロットに憧れて航空大学を目指していましたが、勉強のしすぎで視力が低下。1974年文学座附属の演劇研究所に入所されました。そして1975年テレビドラマ太陽に吠えろのボンケージ役で一躍スターになりました。いざ憧れのスーパースターになってみると幸せではなかったと宮内さんはおっしゃっています。なぜなら自宅のマンションの付近には夜中でも女の子たちが張り付いています。プライバシーが全くなかったのです。宮内さんはドラマ出演を何年かされた後、世界中のテレビの旅レポーターで活躍されました。私は宮内さんが歌芸劇団をされているとお聞きして、知り合いの方が紹介してあげるよということで宮内淳さんにお会いすることができました。天女座での歌芸劇団樫の木の上映会にはなんと宮内淳さんもついてきてお話ししてくださいました。宮内さんは熊野を大変気に入ってくださり、天女座にもお泊まりくださいました。宮内さんは地球と人間の幸せを考えて平和を構築する公益財団地球友の会をされています。そして国連の日本ユネップ協会にも所属されていました。宮内さんはおっしゃいます。日本は神道の国です。神道の国だけが全ての宗教を受け入れることができます。また雨はレインですけれども、日本にはいろんな言い方がありますよね。春雨、降雨、菜種梅雨、白雨、洗車雨、霧雨、霧雨、しぐれ、さざんかしぐれ。多様な言い方があるということは多様な考え方ができるということだと宮内さんはおっしゃっています。西洋人のイエス・オア・ノーの考え方にはない曖昧な文化が日本には存在します。宮内さんはパソコンの原理を知った時、0と1しかないということを知って、0でもなく1でもない、そういう世界があるんじゃないかと考えたそうです。そして例えばあなたのことが好きです嫌いですではなく、嫌いでもなく好きでもなく傷つけない言い方が日本にはたくさんありますよね。白黒はっきりさせるのではなく歩み寄る考え方、これが日本の考え方と宮内さんはおっしゃいます。世界で唯一原爆を落とされた国だからこそ、日本は世界平和に対して発言ができるのではないでしょうかとおっしゃいます。またコロナが蔓延してパンデミックが起きると歴史が変わります。ウイルスを責めるのではなくて、人類の考え方が変わる転機だと考えた方がいいとおっしゃいます。宮内さんは10月1日を和の日とし、和の日実行委員会を立ち上げられました。日本の文化を大切にすることももちろんですが、日頃仲良くない人に10月1日に和菓子を送って交流を図ったらというふうに提案されています。宮内さんとは Zoom でこのインタビューをさせていただきました。東京でもよく一緒に食事をしたり、熊野に来ていただいたり交流をしていましたが、 Zoom でのこのお姿が最後となりました。宮内さんはお母様が亡くなられる前に、あの世が素晴らしかったら何か印をちょうだいと約束したそうです。すると約束の通り、お母様から何やら印があったようで、とても喜んでおられました。ぜひ皆さんもこの本を読んでみてくださいね。それでは宮内さんをしのんで、谷中隆光、あなたの空へ。あなたの瞳が綺麗なのはなぜ、いつも微笑んでいるのはなぜ、みんなにとても優しいのはなぜ、
そしてあなたに会うと嬉しくなるのはなぜ。あなたの声に惹かれるのはなぜ。柔らかな言葉に震えるのはなぜ。ふるさとのように懐かしいのはなぜ。そしてあなたに会うとときめくのはなぜ。風の丘に立ち遠く海を望む。あなたの祈りがこの美しい星に満ち溢れる。朝日に染まる雲のように、あなたの空へ飛んで行きたい。花の香りも風のように、あなたの大切にしてるものは何。澄んだ瞳の奥にあるものは何。一番幸せと思うものは何。そして巡り合う奇跡のこの世は何。風の丘に立ちまばゆい光を見つめ、みんなの願いこの愛しい星に満ち溢れる。あなたの空へ飛んで行きたい。朝日に染まる雲のように、あなた花の香りも風のように、あなたの空へ飛んで行きたい。夕日に染まる雲のように、あなたの空明日を運ぶ風のように、あなたと出会えて生きてゆける。宮内純さん、毎日が幸せでニコニコと大変幸せそうに生きておられました。素晴らしい出会いに感謝いたします。宮内さんのご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。